はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はトゥードゥーリストよりも効果大なやらないことリストを作ろうっていう、そういうお話をしていこうと思います。まあ、皆さん結構毎日仕事とか生活とか、それからまあ学校の勉強とかっていうのをまあやっていく中でですね、結構1日とか1週間とかでこういうことをやろう、ああいうことをやろうみたいな、そういったリストっていうのも作ってるケースって非常に多いと思うんですね。ところがそれ消化しきれているでしょうかっていうのが、まあなかなか難しいところなんかじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、なんでかっていうと、やっぱりやりたいことを詰め込みすぎてしまっているっていうのが一つ原因であったりとかしますんで、今日はやることをリストアップするんじゃなくて、逆にもう諦める、いい意味で諦める、やらないことを作っていくことの方が長い目で見た時にいいよっていう、そういうお話をしていこうと思います。では行きましょう。でですね、やらないことリストを作ろうということなんですが、まあ、やるべきことを書いたトゥードゥーリストよりも、何をやらないべきかっていうものをリスト化する方が実は効率がいいということが研究で結果で分かってます。まあ、確かにやることっていうのを書き出していったら、まあ、無限と言っていいほど、なんかあれもやろう、これもやろうと、これもやった方がやるもやった方がいいっていうふうに次々と出てきてしまうんで、しかも残念ながら、まあ、時間とか体力に関して限りがあるんで、全部やろうと思ったら時間が足りない、体力が尽きてぶっ倒れてしまうっていう結末を迎えるんで、取捨選択しなければなりませんよねっていうお話です。で、その上でトレーニングをやりましょうと。これ何のトレーニングかっていうと、やることよりもやらないことを決めることの方が効果高いんで、そういった力を身につけていこうっていうのを目標にしたトレーニングです。で、どんな内容かというと、実は学生たちを集めてトレーニングを実施しました。内容としては、モニターに表示されたさまざまな図形の中から TT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 
文字を探してくださいと。で、残りの半分のグループは T は赤色じゃないですよと。だから例えば ABCDE ってアルファベットが並んでいる中で赤色のものとかも混ざってるんですけど、その中の T が表示された際に赤は T じゃないよ、だから赤で探すっていうようなことが、まあ、無視されたということなんですね。何を無視すべきかっていうことを伝えられた場合に人間の注意力とか集中力がどんな風に変わるのかっていうのを確認したという内容です。で、結果どうなったかっていうと、初めのうちは何も教えられずに文字を探したグループの方が成績は良かったんですけど、トレーニングを100回繰り返したあたりから何を無視すべきかって教えられたグループの方が成績が上がったということなんですね。だから赤色を無視したグループの方が良かったということです。で、それは何でかっていうことを考えてみると、短期的には余計なことを考えずに目標にまっすぐ取り組んだ方がいいんですけど、長期的に考えるとやっぱり体力の問題とか集中力持続力っていう問題が出てくるので、やらないこととか無視することっていうのを決めて取り組んだ方が注意力集中力は高くなるんじゃないかという結論です。で、その上でやらないことを決める効果っていうのが一体どんなものなのかっていうのを改めて掘り下げていくと、心理学ではこのことを抑制っていうふうに言ってるんですね。脳が余計なものを無視してくれるっていう働きをするということです。だから、まあ、以前から僕の動画で何回も話してるんですけど、マルチタスクが良くないっていうのがこういったところだったりするんですよね。人間は一つのことにしか集中する脳が、まあ、構造上備わっていないので、2つ以上のことを同時にするっていうのは問題が発生して、結果中途半端な結果しか出せませんよっていうような話です。やるべきことに注意を向けることで、確かに必要な情報を取得したり処理つく力っていうのがつくと思われがちなんですが、実際は無駄な情報を抑制とか無視をすることで、一つのことに集中する以上にさらに絞って絞って絞ってやらないことを決める、本来着手すべきことのみに力を入れられるような環境を整える方がいいということが分かったんですね。だから何が必要なのかっていうことを探すよりも、何が今いらないのか不要なのかっていうことを決めてしまった方が、長期的に脳がうまく働いて効率が上がるということですので、ぜひですね、皆さんが普段日常の中でトゥードゥーリストをいっぱい書いていると、メモを取っているというような中で、これは今日とかこの1週間とかでやらなくてもいいんじゃないかっていうものを省いて絞った中でトゥードゥーをこなしてみていただけたらというふうに思います。今日はそういった効率化を求めましょうという動画です。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日
も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。